Very often, the smallest scratch tells us the truth we have sought in human history. Here you see the one, two very small scratches in the hair of two statues. One is the one of sitting Buddha, and another one is the one of standing Buddha, both of which are Gandhara sculpture. Both statues have the same pattern of hair, numbers, position, waves, though hair thickness are varied at random. Then the title of this video is Truth in the Smallest Scratch. What do you think of this fact? 小さな傷が真実を語る時があります。ここにその一例をお見せします。2体のガンダーラ仏です。1体はブッダ座像・ザ・ゾもう1体はブッダ・リュゾです。両者は全く違った像ですが、髪の毛は同じです。太さにはランダムに乱数がかけてあり、太さは違いますが、 数、ウェーブなどは同じです。さらに髪の毛の中の傷まで同じです小さな小さな傷ですが同じです皆さんはこの事実をどうお考えになりますか広瀬浜祭ジャパン Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about truth. David Ike writes about truth as follows in his book, "Truth Shall Set You Free." I understand that it is quite something to absolve from a conditioned version of reality, but then that is a very point. If you want to keep something from the people, gives them a version of reality and possibility that is so far from what is really going on that even if the truth comes to light, it will seem far too ridiculous and extreme for most people to believe it. Leptarianという言葉を最初に発表した David de こう書いて言いてます。私たちが知っているのは条件づけられた現実に過ぎないということ。わかりやすく言えば作られた現実に過ぎないということ。だからもし人々を真実から遠ざけておきたいと考えるならそうした現実からかけ離れた別の現実や可能性を人々に示しておけばよい。そうすれば真実が明らかになった時でも人々はそうした真実を 馬鹿げていると言って、その真実を信じないだろうと。例えば今、ここにお見せしているのがガンダーラブツの髪の毛です。左が釈迦座像、右が釈迦竜像です。共に東京国立博物館の東洋館に展示してあります。これら二つの像の髪の毛のパターンは全く同じです。髪の毛の太さには、 ランダムに乱数がかけてありますから、途中で太くなったり、細くなったりしています。つまり、太い細いの違いはあります。ですから、細い髪の毛が太い髪の毛の間に隠れ、一見髪の毛の数が違って見える部分もありますが、しかし同じです。いくら隠れていても、またいくら細くなっていても、ちゃんとあります。さらに言えば、座像と立像では、髪の毛のウェーブのかけ方がちょうど反転しています。 がパターンは同じです。数や位置も同じですが、髪の毛が分かれる位置も同じです。注意深くご覧ください。で、こういうことを東京国立博物館の学芸員の方に説明すると、その学芸員の方はこう教えてくださいました。昔は師匠がいて、その師匠が作ったものを弟子たちはそれを真似、忠実に再現したんですよ、と。だから同じ数になって、あれ同じになって当然と。 本当にそうでしょうかならばお尋ねしますが、髪の毛まで似せて作るなら、どうして顔がこうまで違うということになりますね。しかも一方は座像であり、他方は立像です。竜像です。座っている像と立っている像です。さらに言えば、釈迦竜像とミロのヴィーナスの髪の毛のパターンも同じです。ガンダーラの釈迦竜像とギリシャのミロのヴィーナスですよ。 というようう。よなな不毛な議論はやめましょう否定主義者の人たちはいつもまさにああ言えばこういう式の反論を繰り返していきます。本当にああ言えばこういう式です。あるいは些細な矛盾をついてだからあなたは間違っているという論陣を張ります。さらに言えばほんのわずかな別の可能性にしがみつきながらだからあなたの言っていることは正しくないイコール間違っているという論陣を張ります。 なぜでしょうか理由は簡単です。つまり、それは、つまりはですね、それを認めたくないのです。認めたら、自分たちの価値観が大崩壊してしまいます。あるいは、自己崩壊の世界へと陥ってしまう可能性もあります。が、それだけではありません。その一方で、条件付けられた現実を私たちに見せたりします。いわゆる、まあ、可能性をですね、現実にまぶすということですね。良い例が、 銅鐸です。今年2015年になって、淡路島で小型の銅鐸がいくつか見つかりました。銅鐸の中から金属製の棒も見つかりました。それについて、考古学者の先生たちは、早々と、絶、つまりしたと決めつけ、NHK の定時のニュースでもそれを発表しました。つまりこれが、デイビッド・アイクが言うところの、条件付けられた現実ということになります。 で、そうした現実の中で、つまり作られた現実の中で、常識が、常識が生まれてきます。通り一遍のありふれた考え方ということになります。が、私は何も常識を否定しているわけではありません。常識というのは、あればあるで、便利なものです。その常識に従えば、考えることも、迷うこともしないで済みます。言うなれば、思考のための思考回路ということになりますね。 まあつまりですね、考えることにはいつもある種の苦痛が伴います。その考えるという部分を省略することができます。迷うという部分を省略することができます。つまりそれが常識ということになります。良い例がだから論です。だから論ね。男だから、女だから、日本人だからというのがそれです。頭の中で男とは、女とは、日本人とは という、まあ、像つまり、つまり形を作ってしまう。あとはそれに従ってものを考える。それが思考のための思考回路ということになります。が、そのためかえってそこにある真実から目を遠ざけてしまうことにもなりかねません。ミロのヴィーナスは女性だというのもその一つです。そういう目で見れば頭の中でミロのヴィーナスがスーッと頭の中でまあ整理されていきます。 その上で美しい女性だと思うことができるからです。何も考えず、その像を楽しむことができます。が、残念ながら、ミロのヴィーナスは女性ではありません。男性です。それについては続くビデオの中で簡単に説明しますから、どうかそちらをご覧になってください。ともかくも別の言い方をすれば、私たちが持っている常識ほど当てにならないものはないということです。だから、あのアインシュタインはこう書き残したのです。 常識などというものは、その人が18歳の時までに持った偏見の塊であると。つまり、私たちは条件付けられた現実の中で、日常的な常識を作り上げているのです。言うまでもなく、道卓、金説を裏付けるためです。つまり、こうして条件付けられた現実を、彼らは彼,彼らなりの方法で作り上げていくのです。もし、道卓イコール、 簡易天文観測季節を認めてしまうと、先にも書いてきたように、自分たちの価値観が大崩壊してしまうからです。が、それだけではありません。さらにその上で、自分たちにとって都合の悪いこと、あるいは説明できないことがあったりしますと、それを隠してしまいます。嘘はつかないが、しかし、本当のことも言わないという論法です。 例えば、ギリシャ彫刻にしても、あれほどまでに多くの彫刻があったと言われてますが、いまだに鉄製の、鉄製のですよ、のみが見つかっていないのです。制度製ののみでは、大理石の像を彫ることは不可能です。モースの行動表によってもそれがわかります。で、研究者の論法はこうです。鉄製ののみを使っていたものと思われると。これはそのようにウィキペディアにも書いてあります。確かにその通りです。 なかったとは断言していません。まだ見つかっていないだけと。数学の問題でもそうですが、回答のある問題を解くのは簡単なことです。が、この問題は回答がない、つまり解けないということを証明するのは大変難しいということです。ですから、ギリシャには鉄製ののみはなかったということを証明するのは大変難しい、つまり永遠に不可能ということになります。同じように、 ガンダーラ仏についてもそうです。あくまでも私が知る限りということですけども、ガンダーラでも鉄製ののみは見つかっていません。あくまでも私が知る限りです。まだ調査不足かもしれません。が、釈迦座像にしても、竜像にしても、背面から見ると大理石をザクザクと掘ったような跡が残っています。もちろん、制度製ののみで掘った跡ではありません。が、そういったことについては何ら説明がありません。が、 それではいつになっても真実にたどり着くことはできません。いつまで経っても皆と同じように同じ袋工事を行ったり来たりするだけ。だからアインシュタインはこうも言っているのです。何か問題が生まれた時、その問題が生まれた時の意識ではその問題を解くことはできないと。つまり、そうした袋工事に入ったら意識を変えろと。また意識を変えなければその問題を解くことはできないと。 その一例として、ここではガンダーラブツの髪の毛を上げてみました。なお、言い忘れましたけども、ガンダーラブツといっても小さなものです。頭にしても寸法は測らせてもらえませんでしたが、見た感じ、大きめのリンゴ、あるいはそれよりもやや大きいかなという程度しかありません。そんな頭に、座像の方は、額の上部では1ミリもないような細い髪の毛が彫り込んであります。浮き彫りです。さらに言えば、 そこはコンピューターなんですね。忠実に命令に従っているためだけなのか、先の方はさらに細くなり、かつ髪の毛のすべてがその断面は丸みを持って彫られています。これに比べて、立度の,の方はですね、角がしっかりと取られ、まあ、その断面図は多角形になっています。などなど。そうしたことをこの動画を通して皆さんの目でそれを判断していただければ嬉しく思います。 大切なことは皆さん自身の目でそれを確認し判断なさることです。最後になりましたが、大切なことはこうした事実を通して私たちは過去に学ぶということではないでしょうか。そしてその過去から学んだものを私たち人間の未来に活かしていくということです。わかりやすく言えば、過去の人たちが成した失敗や経験を私たち人類の未来に活かしていくということです。そうでないと、戦争を例に挙げるまでもなく、 人間はいつまでもいつまでもまた同じ失敗を繰り返すということになります。現に今がそうでしょがそうであってはいけない。つまりは過去は教訓の宝庫ということになります。まあ、それを生かすか生かさないかは生かないかは私自身の問題ということになるということですね。つまりそれをするのは私たち一人一人ということです。さて、今ではこうした情報を私たちは家庭にいてまた言いながら手に入れることができます。 以前のように、ほんの一部の学者が情報を独占し、ほんの一部の学者が判断し、私たち一般人はそうした判断に従うだけという時代はもう終わりました。言うなれば、全体主義的な歴史観、全体主義的な考古観、そういう時代はもう終わりました。そうした全体主義的な歴史観や考古観はまた終わりにしなければならないのです。 ということで、ここで改めてガンダーラボトのですね、髪の毛について考えてみました。まだまだ私の説について馬鹿げていると吐き捨てている人は多いですね。かわいそうな人たちです。そこにある事実さえ見ようとす,すらしない。目を背けてしまう。自ら盲目になってしまう。が、そういう人たちを責めてはいけません。そういう人たちとて条件付けられた現実の中で、 さらに言えば、偏見の塊の中で、まあ、う往を往しているだけということになります。つまり、それが、まあ、彼らの常識であり、そういうふうに、まあ、常識の中で思い込まされているだけということになります。では、動画をお楽しみください。Bye for now.Hello, this is Hiroshaya Shi, h a m m a City Japan. Gandhara sculptures created on 3D sculpting technology. It's evidence and proof. We often find more fundamental truths hidden behind the tiniest sketches of statues. Here I present you some examples before I show you the evidence and proof. A Greek sculptures: Ydisha Chokukkonouga mitkatazodes. そして人間が皆さんご存知のミロのヴィーナスと呼ばれている像です。この両者は全く同じです。傷のある位置まで同じです。まあこうした、まあ検証の場合はですね、小さな傷が大きな手がかりとなることがあります。まあ私たちはミロのヴィーナスは女性だというふうに思い込んでいますけども、ミロのヴィーナスは女性ではありませんでした。 ハーマフロディティスです。アフロディティとヘルメイスの間に生まれた子供です。男の子ですが。がしかし途中で女性化するわけですね。結果的に両性具有になります。ミロのヴィーナスには喉仏があります。注意してご覧ください。そしてこの両者は全く同じです。ミロのヴィーナスの向かって右側の乳首は壊れています。胸の形。 体のボディーラインですね。注意してご覧ください。が、左のハーマフロディティスは女性ではありません。男性です。ついているものがついています。ただ、腰巻きのような布がですね、下がっていますからそれが見えます。ミロのヴィーナスはそれが見えません。つまり、ミロのヴィーナスと言われているヴィーナスは、実はヴィーナスではなくて、 いわゆるアフロディティの、まあ、ヴィーナスのですね、息子のハーマフロディティスってことになります。そして、傷の位置まで同じです。つまり、つまり、これらの両者は、コンピューターの 3D フォートグラフテクノロジーによって作られているということですね。まあ、こうして、事実を積み重ねていきます。次に、二体の魅力菩薩像です。 魅力というのは、もともとはミレそしてその遠い昔には、ミトラ教とつながっています。左がガンダーラを代表する魅力菩薩像、そして右が法隆寺の隣にあります、繁華シー像です。この両者は、貼り合わせてみますと、全く同じなんですね。髪の毛の生え際も一致します。カーブも一致します。特に目の まあ、コンセプトといいますか、表現方法が全く同じであることに皆さん注意してください。向かって左の方からやや上がって、そしてやや下がって、そしてやや上がっていきます。中宮寺に電話をかけて聞きましたら、薄目を開いているそうですね。ですから反感になるわけです。で、こういう場合も、特に小さな傷、シワが決め手となります。首の下のシワを見てください。ここですね。 一致してますね。ということは、これら二つはですね、偶然に一致したのではなくて、明らかに同じデータベースを使って同じように掘られた、つまり 3D、いわゆる、いわゆる私たちが現在用うプリンティングテクノロジーを使って作られた像だということです。鼻の長さと太さだけを変えて、あとは同じにしたというわけです。もう一度、ギリシャ彫刻に戻ってみます。これは頭皮と呼ばれているグラジエーターです。 この両者は、やはり同じように、ほんのわずかだけ時間差を置いてデータを取られ、そして彫刻されたものです。よく見ますと、少し動いていますね。手なんか見てください。で、この肩に注目しました。血管まで忠実に、まあ、彫り込まれていますけども、全く同じなんですけども、こういうケースの場合も、最も小さな傷に注意します。付け根のあたりに傷がありますね。この傷まで同じだということです。 まあ、こういうことができる。あるいは、忠実にやってしまうのは、コンピューターだからこそやるわけですね。つまり、これら2体も、いわゆる 3D コンピューターの、フォトグラフテクノロジーを使っているということなんです。しかし、髪の毛、ひげだけは、別のデータを持ってきて、貼り付けるしかないというわけです。いよいよ、まあ、なんて言本題です。ガンダーラの彫刻です。釈迦竜像です。 釈迦座像です。まあ、これらの二つの像はですね、髪の毛を注意して精査してみました。例えば向かって右側の側面の髪の毛を、まあ、例えば拾ってみます。左が竜像、右が座像です。共に東京国立博物館の東洋館に陳列展示してあります。で 一本一本精査していくんですけども、この部分を見てください。上の部分を見てください。そして、髪の毛一本一本が同じです。ただし、ミロのヴィーナスと同じように、髪の毛の、まあ、太さですね。特に太さにはバリエーションがかけてあります。一本の髪の毛が太くなったり細くなったりしてますから注意してください。しかし、消えることはありません。1ミリ以下になっても、髪の毛は 続いています。そして太い髪の毛と太い髪の毛の間に隠れてしまうことがありますけども、消えているわけではありません。真、まあ、上から撮った写真で私はそれを発見いたしました。なあち、釈迦、竜像も座像も同じデータベースを、まあ、使い回しをして作られた像だということになります。もう一度こ、この辺りを精査していますと、このようにまあ髪の毛がですね、まあ 同じだということですね。ただし、えー、竜像の方は髪の毛が全体に角張っています。座像の方は丸みを持っています。左側の方ですね。丸みを持っていることに注意してください。一本一本全部そういう彫り方をしてあるんですよ。こんなことができるって言いますかね。あるその彫刻機械にね、彫り方まで教えて、そして、えー、全部同じような彫り方にすることができるのはコンピューター、 でしかありえませんね。そして、両者は全く同じだということです。注意深く、この断面像を見てみましょう。釈、え、迦、ー、竜像の方は多角形です。しかし、ザー像の方は丸みを持っています。ですから、全体に、あの、ザー像の方、向かって右側の方は丸みを持った像になっています。左の竜像の方は角張って見えます。詳しくは、ナンバー514で 精査しました。えー、この YouTube の書き込み欄のところにアドレスを貼り付けておきますから、そちらから、そちらからご覧ください。他の、えー、ガンダーラツについても同じことが言えます。特に談合が皆同じです。で、このことを、東京国立博物館へ何度も足を運びまして、学芸員の方に質聞きましたら、こう教えてくださいました。昔は師匠というものがいて、 師匠が彫刻を作る。それを見て、弟子たちが忠実に、まあ別の像を作るということなんですね。本当にそうでしょうかだったら顔も同じに作るべきではないのでしょうか顔は違いますね。しかし髪の毛だけは今度は同じデータを持ってきて貼り付けたということなんでしょうか全く同じです。ただし、繰り返しになりますけども、 細い太いはバリエーションがかけてあります。それから団子の位置によって髪の毛がぐっと交代しているのもありますし、それから団子の位置によって髪の毛が前の方にまあ切れていると言いますか、短くなっているのもありますから注意してください。こうして貼り合わせてみますと、まあなんて言いますか、小細工がしてあると言いますかね。そういった印象を受けます。少しバリエーションを変えて、まあ同じような像を作ると。 で、師匠が、師匠が作ったものを弟子が真似するということであれば、逆に、まあ、別の謎が生まれてくるわけですね。なぜこう、じゃあ髪の毛は全部同じなのかということになってくるわけです。同じこの細い髪の毛を作るということはですね、さらにそれ以上の、なんて言いますか、同じ顔を作ること以上に難しい、と言いますか、まあ、神経を使う仕事になるんじゃないかと思います。 まあ、あの、できなくはないという、ほんのわずかなわずかな可能性にしがみついて、人間が作ったものだという方が無理があるということですよね。まあ、皆さん自身で判断してください。こうして比べていきますと、竜像と座像。まあ、先ほど言いましたように、右の竜像の方は断面図が角張っていますね。そして、左の座像の方 ほはですね、断面図が丸みを持ってますね。ぜ、ですから全体に柔らかい感じがします。そして、ザゾの方はですね、磨きがあまり入れてありません。ザダダラが、ザラ,ザラ感が残っています。一方、リュゾの方は、まあ、ツルツル似てますからね、テカテカに磨かれています。そうした違いも頭に入れてくださいね。ですから、リュゾの方はで、下の方はですね、細い線がね、髪の毛の生え具合で消えています。ところが上のザゾの方は磨いてありませんから、1ミリ以下になっても続いています。 なお、これらの像は、まあ、特に竜像の方は立っていますから、高さが98センチ前後です。ミロのヴィーナスは2メートル4センチぐらいあるんですね。ですから、立体の体積で言いますと、8分の1なんですね。そんな小さなあの像なんですよ。しかし、まあ、以前も紹介しましたけども、シ釈迦竜像とミロのヴィーナスは髪の毛のパターンが同じです。そしてこれら、ガンダーラブツはですね、同じデータベースを使い回しして髪の毛を作っているということです。 髪の毛だけは現在の技術でも、まあデータを取ってもですね、それを彫刻することは不可能なんですね。ですから髪の毛だけは後で貼っけて、貼り付けて、そして後で彫刻するという手法をとっています。このようにですね、ガンダーラ仏はコンピューターによって作られたという、まあ、ことがわかりますが、まあそ,れそういう結論を私は出しました。詳しくは514号の方で紹介していますので、 長いビデオですけど、どうかそちらでご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!